できれば誰も悲しまない方がいい。自分程度の力添えで周りが幸せなら、それはこの上なく住みやすい世界だと思うんだ。若い頃は向こう見捨てね、世の非情を呪うことで自らを育んでいた。世界が非情ならば、それ以上に非情になることを武器にして自分の理想を貫こうとしたんだよ。そうだね、シロ。結果は一番大事だ。けどそれとは別に、そうであろうとする心が。シロ、起きてください。そろそろ朝食ではないですか？何？シロ、朝です。朝食の支度はいいのですか？寝過ごした。すまん、すぐに起きる。私に謝る必要はないと思いますが、ゆっくりしている余裕がないのは事実です。先ほど、桜と凛が揉めていたようですから。桜と遠坂が揉めていた？それって遠坂の部屋でか？いえ、今です。私も通りかかっただけですから、詳しくは知りませんが。わかった。とにかく急ぐ。ん？何でしょうか、シロ。おはよう、セイバー。起こしてくれて助かった。遠坂！おはよう。朝っぱらから人の名前を叫ぶなんて穏やかじゃないわね。ああ、おはよう。って、遠坂、なんでも桜と揉めたって聞いたんだが、本当か？そっか、セイバーから聞いたのか。ええ、客観的に見ればそういうことになるけど、別に大したことじゃないわよ。単にしばらくここには来るなって言いつけただけだから。
その話、さくらは前にも断ってるじゃないか。それを繰り返したところで、さくらが承諾するはずが。ないけど、交換条件を出したら帰ってくれたわよ。さくらが一週間ここに来なければ、私はおとなしく家に戻るって言ったの。それで交渉成立。渋々だけど帰って行ったわ。あ、そうそう。シローによろしく、だって。よろしくって、お前。そうだった。悪い。朝から面倒を押し付けちまった。気分悪くしただろう、父さか。ん？いや、別に面倒でも嫌でもなかったけど、なんだってそんなこと言うわけ、シロ。いや、父さか、さくらと仲が良かっただろう。なのに、面と向かって出て行けなんて、2回も言うのは嫌だったはずだ。だから悪かったって。しっかりしなくちゃいけないのに、また遠坂に負担をかけた。あ、いいけどそんなの。私だって自分の安全第一で桜を追い出したんだし、四郎にそう謝られる筋合いなんてないわ。自分の安全第一って、なんでさ。だって、シンジがマスターだったんでしょ？あいつのことだから、シロんとこにサクラがいるって分かったら目の敵にするに決まってるもの。だから、シンジとの決着がつくまでは、サクラはここにいさせない方がいいのよ。だよな。シンジから見ればサクラを人質に取ったように見えるもんな。そういうこと。もっともそんなことは別にして、ここが危険なことに変わりはないでしょ。あんまり頻繁に夜出歩かせるのもなんだし、しばらくは遠慮してもらった方がいいのよ。それがサクラのためだし、私たちのためでもある。まあそうだな。サクラには悪いけど、後で謝って許してもらおう。随分と元気がないこと。さっき人を怒鳴りつけてくれた異性はどこに行ったのかしらね。エミヤ君はそんなにサクラがいないと寂しいのかな。ほっといてくれ。サクラはうちの平和のシンボルだったんだよ。藤姉と俺だけじゃ足りないところを補ってくれてたんだ。それをこっちの都合で追い返したんだから、嫌って沈む。なんだ、よくわかってるじゃない。それだけ言えれば合格よ。少しは勝ち気ってのが出てきたみたいね。何が言いたいんだよ、遠坂は。わからない？つまりね、戦いが終われば、サクラは戻ってくるでしょ。シロは聖杯なんていらないって言うけど、それなら今まで会ってくれた平穏のために戦えばいい。ほら、目的がはっきりしていいじゃない。しばらくさくらちゃんは来ないの？まあ
そういうことだから藤根もたまには家で親孝行したらどうだ。じいさん、娘に構ってもらえないって嘆いてたぞ。お父さんなんかほっといてもいいの。私がいなくたって死にゃしないんだから。それにね、さくらちゃんがいないんなら余計私がしっかりしなくちゃダメじゃない。シロだって男の子だもん。万が一があったら懲戒免職よ。そうなったら責任取ってくれる？シロ。んなことな。エミヤ君、何かしらね、今の止めは。ないと思う。これはただの下宿じゃないんだ。俺だって分かってる。そう、よかった。やっぱりエミヤ君は信用できますね、先生。当然です。シロは私でもちょっと趣味に走りすぎたかっていうぐらい落ち着いてるんだから。あ、そうそう、シロ、弓道部のことなんだけどね、三つ釣さんが怪我したっていう話知ってる？三つ釣りが？なんだ、また他の部のやつと喧嘩でもしたのか、あいつ。まったく、もうすぐ3年なんだから少しは落ち着けってんだ。で、怪我の方はどうなんだよ。割と深いのか？うん、それは大丈夫。軽い捻挫だって。学校の帰り道に怪しい奴に襲われたそうよ。あの子って俊足でしょ。スパーッと勢いよく逃げたんだけど、最後に転んで怪我したみたい。そうか、大事がなくてよかった。けどよりによってあいつにね、命知らずというか、なんというか。どちらにせよ間抜けな犯人だったな。俺はてっきり逃げたんじゃなくてノックアウトしたって思ったんでしょう。うん、あいつが逃げるなんて滅多にないから。しかし、そうか、三つ釣りのやつも俗には弱かったのか。ま、いいんじゃないか。それぐらいのイベントが起きないとあいつに女らしさを教えるのは不可能だ。エミヤ君、私からもちょっと耳寄りな話してあげよっか。ん？なんだよ、今の話以上に耳寄りな話は難しいぞ、本気で。うん、今まで黙ってたけどね、私と綾子って仲良しなの。休みの日は二人で遊びに行くぐらいの仲って知ってた？今の話一言一句間違えずに伝えてあげるから安心して。エミヤ君も喜んでたって言ったら、アヤ子ったらそりゃあもう瓦10枚はぶち抜くぐらいに喜ぶんじゃないかな。訂正したい。今のは言葉のあやだ。あまり人様に話すような発言じゃないんで、黙っていてくれるととても助かる。そうなの？なら黙っていてもいいけど、それなりの条件がないときついかな。ほら、ついポロッと口に出ることってあるじゃない？お前な、謙虚なセリフを言ってんのににんまり笑ってるってのはよくないぞ。あら、ごめんなさい。別に楽しいわけじゃないから誤解しないでね。わかった。これから朝食は洋風にする。さっきお前が言ってた朝飯作るならパンにしろという提案も受け入れていい気になったり。
上出来ね。マーマレードだけじゃなくて、イチゴのジャムも忘れないでくれると嬉しいわ。ったく、日本の朝を何だと思ってやがる、この外国かぶれ。お前一人の趣味で朝飯を買いやがって、コッポー君。いいえ、それは違います。朝食がパンになるのは私も嬉しい。加えて半熟の卵を用意していただければ文句はないのですが。ああそうですか、分かったよ。洋食にすればいいんだろ。クソ、さくらが洋食にしたからって調子づきやがって。お望み通り、明日から朝はパンにするから、それで文句はないな。ならさっきの話は他言無用、絶対に三つ釣りにはバラすなよ。なんでそんな無駄なことするのかな。なんだよ、無駄ってなんだよ、フジネ。だって遠坂さんが話さなくても私が三つ釣りさんに話しちゃうじゃん。こんな面白い話黙ってられないよ私。それじゃ行こっか。戸締まりはいい？シロ。いや、戸締まりはいいよ。俺今日学校休むから。ちょっと、学校休むってどういうことよ。シロ、学校休むってシロどこも悪くないでしょ。いや、傷が痛んでるんだ。気温が下がると古傷って痛むだろ。そんな感じ。それ嘘でしょシロ。嘘だけど、それで勘弁してくれフジネ。何も学校が嫌ってわけじゃないんだ。やることがあって、そっちのが今は重要なだけなんだ。だからさ、それで許してくれないか。もうそんな言い方されたら私の負けじゃない。シロが事情を話さない時っていつもそうなんだもん。昔っからそうだよね。そういうわけだ。学校の方は遠坂に任せる。そう、まあエミヤ君がいようがいなかろうがこっちには支障はないし、確かに悪くない選択よそれ。なあ、留守は任せてくれ。しばらくはバイトも休むから家はそう開けないよ。わかった。それじゃあ行ってくるねシロ。怪我で学校を休むんだからあんまり外に出ちゃダメよ。それじゃあね。今回はいいけど次からは事前に相談してよね、こういうことは。さて、雑巾がけぐらいしとかないとな。しかしあれだな、剣の修行って言っても何をやらされるのやら。
そもそも道具を使って喧嘩するのは苦手だったな。作ったり直したりする方にしか関心がないんだから。待たせたな。今日からここで手ほどきをしてもらうわけだけど。ん？どうかしましたか、シロ。何か意外なものを見るような顔をしていますが。あ、いや、セイバーの服がそのままだったから驚いた。てっきりあっちの格好で来るのかと思ってたから。はあ、武装している方がいいというのでしたら着替えますが。そうですね、私がどうかしていました。たとえ試合とはいえ、鎧をまとわないのはシローに失礼です。申し訳ありません。すぐに着替えてきます。あ、いや、別にそういうわけじゃない。ただの思い違いだからいいんだ。俺もどっちかっていうと鎧姿より今の方がいい。は、ですがこの服装ではシローの気が済まないのではないのですか。気が済まないって、確かに今から試合するぞって感じじゃないけど、セイバーが動きやすいって言うんなら問題ないだろう。昼間から鎧を着込んでたらセイバーだって疲れるしな。それはそうですが、この服装で剣を振るうのはおかしくはないでしょうか。なんでさ、似合ってるんだからおかしくなんかないぞ。俺、セイバーは鎧姿より今の方がいいと思う。うん、理解しかねます。この服装は確かに気軽なのですが、戦闘には耐えられないでしょう。セイバーとしては不向きな姿だと思うのですが。その格好で戦うなバカ。セイバーは女の子だろ。女の子にはそういう服の方が似合うんだから、それでいいんだ。さて、それでどういった鍛錬をするんだセイバー。方針は全部セイバーに任せるから、無茶でも何でも言ってくれ。ん、なんだよ、市内じゃダメか。まさか僕と、いや、真剣を使えってんじゃないだろうな。いえ、そのようなことはありません。せっかく優れた試合用の模造刀があるのですから、こちらを使うことにしましょう。よかった。さすがに木刀で試合をするのは武装すぎる。で、本当に何をやればいいんだ。まず素振り500回とか走り込みとか、そういう体力作りからか。その必要はないでしょう。私から見てもシローの運動能力は水準に達しています。これ以上肉体面を鍛えるのであれば、それは1日や2日でできることではありません。シローは魔術師としては未熟ですが、戦士としては悲観したものではないと思います。幼い頃からよほど懸命に鍛えてきたのですね。うん、まあそれぐらいしか取り柄がなかったからな。体を鍛えるのだけは魔術の才能がなくてもできたことだし。
それが幸いしたのでしょう。ランサーに襲われて死に至らなかったのはシローのそういう努力の賜物ですから。ですが、それは武器になるほどのものではありません。人間には限界がある。シローの体はその限界の域にはほど遠いし、突破することも難しいでしょう。ですから私が教えることはただ戦うことだけです。戦うことだけってどういうことだ。今の口ぶりからして戦う方法を教えてくれるってわけじゃなさそうだけど。当然です。一朝一夕で戦闘技術など身につくはずがないでしょう。私にできることはマスターに一回でも多く戦いを味わってもらうことだけです。そもそも人に物を教えることは苦手なのですから、私に指示されても困ります。もしもし。つまり、要するにただ試合をするだけってことかな、セイバー。ええ、ただそれだけです、マスター。寸止めはなし。お互い相手を殺すつもりで打ち合いましょう。そうですね。一時間もすればどういうことなのか理解してもらえると思います。本当に折れてるって間違いなく。折れているのならもっとたくましい腕になっています。重度の打ち身ですが、今のシローならじきに回復するでしょう。そうか、よし、ならもう少し続けるか。まだ続けるのですか、シロー。確かに打ち身ではありますが、すぐに動いていいものではありません。容赦なく人の腕に打ち込んできて何言ってんだ。いいぜ、セイバーが乗り気じゃないんならその隙。人の話を聞いてください。明らかにシローは疲労しています。そんな体ではせっかくの修練も無駄になるのですから、休憩を入れるべきです。いやでもな、こう明らかに手加減されてるのに打たれっぱなしっていうのは情けない。せめて人たち、セイバーの眉ぐらいは動かさなきゃ悔しくて倒れられん。驚くというのでしたらもう十分驚いています。強情だとは思っていましたが、まさかこれほどとは思っていなかった。悪かったな、根本的に負けず嫌いなんだ俺。ええ、それは嫌というほど思い知りましたので結構です。ともかく休憩にしますから、シローも市内を置いてください。床も汗で滑りやすくなっている。極限状態での模擬戦でもなし、疲労困憊して足場も不確かなどという状態では意味がありません。なんでさ、普通戦闘訓練ってのは最悪の状態を想定してやるもんだろ。なら、それこそ無意味です。
いいですかシロ、あなたがサーヴァントと戦うというのでしたら、体力は万全、足場は完全、逃走経路は確保済みという状況以外での戦闘は無意味です。あなたは全てが充実した状態でなければサーヴァントと戦いにさえならない。最悪の状態で戦うという時点であなたは選択を間違えているのです。つまりこういう状態では間違っても戦うなってことか。そういうことです。そうなってはどのような奇跡もシロを救いはしないでしょう。あなたの戦いはまず自身を万全にし、的確な状況を模索することから始まるのです。納得。それじゃ申し訳ないけど休ませてくれ。お疲れ様でした。どこか痛むところはありますか、シロ。
痛まないところのが珍しいぐらいだ。ほんと容赦なくやってくれたな、セイバー。こうまで一方的だと逆に清々しい。シローに合わせて加減はしましたが、容赦はしないよう心がけました。手心を加えては戦いにはなりませんから。そうだな。おかげで今なら首輪が外れたドーベルマンが走ってきても冷静に対処できる。ってドーベルマンぐらいじゃまだまだか。俺も全然修行が足りなかった。いいえ、そのようなことはありません。シローの打ち込みは一心で力がありました。時にあまりの熱心さに対応を忘れたほどです。ちょっと待った。水飲んでくれ、俺。水ですか？それでしたら私が汲んできますから、シローは休んでいてください。セイバー、一つ聞くんだけど、いいかな？はい。何でしょう、シロ。その、聞き忘れていたことなんだけど、セイバーが俺に力を貸してくれるのは、セイバー自身も聖杯が欲しいからなんだろう。なら、一体、セイバーは聖杯に何を求めているんだよ。聖杯を求める理由ですか？ただ欲しいからではいけないのでしょうか？聖杯は万能の器です。手に入れれば叶わない願いはない。それを求めることに理由などありません。違う、そういうことを聞いてるんじゃないんだ。セイバー、わざとごまかしているだろう、それ。シロ、それは求める理由じゃない。その叶えたい願いっていうのが何なのか知りたいんだけど、セイバーが言いたくないんなら言わなくていい。自分の願いなんて人に聞かせられるものばかりじゃないからな。
シロ、それはマスターとしての命令ですか？ね、いや、違う。そういうつもりじゃない。ただ、セイバーのことが気になっただけなんだ。つまらないことを聞いてすまなかった。いえ、確かにサーバントとして、マスターには、己が望みを口にしておかねばなりません。シロ、私が聖杯を求める理由は、ある責務を果たすためです。私は、生前に果たせなかった責任を果たすため、聖杯の力を欲している。責任を果たす。生前ってサーヴァントになる前のか。はい。ですが、私にも本当のところはわからない。私はただやり直しがしたいだけなのかもしれません。そうか。ともかくそれで安心した。セイバーがさ、遠坂みたいに夢は世界征服よなんて言い出したらどうしようかって心配したぞ。リンが聞いたら怒りますね。彼女はそういうことを口にする人間ではありません。彼女ならば聖杯を自分のためだけに使うでしょうが、それは決して世を混乱に陥れるものではないでしょう。そうか。俺は違った意味であいつにだけは聖杯を渡しちゃいかんと思ってるが。セイバー、始めよう。休憩はもういいよ。そうなのですか？見たところ体の熱は下がったようですが、痛みの方はまだ収まっていないでしょう。構わないよ、そんなのは。ただの打ち身なんだから、多少の痛みは我慢する。今の俺はほっとけば治るんだから。しかし、それで悪化しては鍛錬の意味がない。もうしばらくは様子を見るべきだと思いますが。いいからいいから、遠坂が帰ってくるまでにやっときたいんだ。あいつにはこんな姿見せられないだろ。うん、わかりました。確かにいずれ敵となる凛に四郎の腕前を知られるのはよくありませんね。多少無茶とは思いますが、そういうことでしたらペースを上げていきましょう。セイバー？空腹のようです。鍛錬に夢中で気がつきませんでした。ああ、うん、そういえばもう昼か。
いや、ちょうどいいし昼にしよう。ささっと材料買ってくるから、セイバーは今で休んでいてくれ。シロ、外出するなら私も付き添いますが。大丈夫、すぐ近くの商店街だ。真っ昼間から襲いかかってくるやつはいないし、セイバーがいたら逆に目立つよ。本当に危険はないのですね。ないって。すぐに帰ってくるから待っててくれ。こんな甘ったるいもんのために1000円も払わなくちゃいけないんだ。お前は。よかった。生きてたんだね、お兄ちゃん。まさか、ここでやる気か。おかしなことを言うんだね。お日様が出ているうちに戦っちゃダメなんだから。お前、確か、イリアスフィール・フォン・アインツベル。長いからイリアでいいよ。それで、お兄ちゃんはなんて名前？俺は、エミア・シローだけど。エミア・シロー？なんか言いにくい名前だね、それ。俺もそんな発音で言われたのは初めてだ。いいよ、覚えにくかったらシローでいい。そっちが名前だ。シロウ？なんだ、思ってたより簡単な名前なんだね。そうか、シロウか。うん、響きは合格ね。単純だけど孤高な感じがするわ。
そう身構えなくていいよ、シロ。今日はバーサーカーも置いてきたの。お兄ちゃんだってセイバーを連れてないから。お愛子。いや、お愛子ってお前ね。お話しよう。私ね、話したいこといっぱいあったんだから。待て、いきなり何しやがるお前。新手の策略か、こいつは。何って。だからお話したよ。普通の子供って仲良くお話しするものなんでしょ。いや、それはそうなんだが、俺とお前は違うだろう。マスター同士だし、一度戦った仲じゃないか。むしろ敵だ、敵。それは違うよ。私に敵なんていないもん。他のマスターはただの害虫けど、いい子にしてたらシロは見逃してあげてもいいよ。ああ、もうとにかく離れろ。お前めちゃくちゃだぞ。何か。何？お兄ちゃん、私のこと嫌いなの？わかった。話をすればいいんだろ。おとなしくするから。それでいいか、イリア。うん、それじゃあ、あっちの公園に行こう。さっき見てきたんだけどね、ちょうど誰もいなかったんだ。ほら、早く早く、急がないと置いていっちゃうからね、シロー。あいつ、本当に先行っちまったぞ。なんなんだ、あいつ。話をしようって、何話せって言うんだ。セイバーのこととか知りたいのか。え、セイバーのことってどうして。だって俺たちマスターだろ。
敵のサーバントの情報は知りたいと思うだろう。何よ、そんな話は嫌よ。もっと面白い話じゃないとつまんない。いや、つまんないって言われてもな。なら、イリアは何が面白いって言うんだよ。そんなのわかんないよ。私、あんまり人と話したことってないんだ。だから、何話していいかわかんない。お前な、そんなんで話をしようだなんて連れ出したのか。物事はよく考えてから行動しろって教わんなかったか？なかっただろう。なら、今からちゃんと思慮深い大人になるんだぞ。ん？いいよーだ。そういうのはシローに任せるわ。レディをエスコートするのは男の人の責任なんでしょ？なら、私はシローについてけばいいだけだもん。いや、もしかして寒いのか？え？うん、寒い。私、寒いの苦手なの。そうか、いつもはそうでもないんだけど、今日は妙に寒いからな。寒いのが苦手なら答えるだろうけど、そのイリアはどっから来たんだ？なんか随分と貴族っぽい名前だけど。貴族っぽいんじゃなくて貴族だよ。私はアインツベルンのね、古いお城で生まれたの。いっつも寒くて雪が降ってたんだ。だからこれぐらいの寒さは平気かな。寒い国に生まれたのか。なら寒さには慣れてるもんじゃないのか、普通。慣れてるけど寒いのは嫌なの。私、冷たいのより暖かい方が好きだもん。シロだって暖かい方がいいんじゃない？ああ、そりゃそうだ。冷たいよりは暖かい方がいいだよね。うん、だから寒い日は部屋の中で温まってるの。でも雪は好きよ。白くて私の髪と同じだって父様が言ってたから。うまいこと言うな、イリアの親父さんは。確かにイリアの髪は雪みたいだ。白くてなんだか柔らかそうだし。でしょ？この髪はね、イリアの自慢なんだから。私の中で唯一女の子らしい母様譲りの髪なんだ。シロは？シロはお父さんから譲ってもらったものってあるの？あ、魔術刻印っていうのはなしよ。マスターとしてじゃなくて、お父さんとして譲ってもらったものだよ。え、あれ？
最後にもらったのは家かな。その前は名字で、最初にもらったのは そうだな、イリアみたいな両親から受け継いだ肉体的な特徴はないよ。けどそれに負けないぐらい多くのものをもらってきたと思う。でも今の話だとシロウは魔術刻印を受け取らなかったんだ。おかしいな。じゃあシロウはマスターじゃないの？あ、いや、魔術刻印のない半人前の魔術師だけどマスターだぞ。そういうイリアはそのマスターなんだから魔術師なんだよな。え？私魔術師なんかじゃなくてマスターだよ。普通の魔術なんて教わらなかったもの。はあ？じゃあ親から魔術刻印を受け取らなかったのか。そのお城を持ってるぐらいの名門なんだろう、イリアの家は。そうだけど魔術刻印ってマスターになるためのものじゃないの？だからマスターだよ、私。なあイリア、一つ聞くけど、イリアはどこに住んでるんだ？どうも聖杯戦争のためだけにこの町に来たみたいだけど、それじゃあ今はホテル暮らしとか？ホテル？それって別荘のこと？ああ、似たようなもんだ。家じゃないけど泊まれるところ。それならあるよ。ほら、あっちに大きな森があるよね。そこの奥におじいさまのおじいさまが建てた洋館があるの。アインツベルンのマスターはね、聖杯戦争の時はそこに住むんだって。あの森って車で1時間もかかるだろう。そこから一人で来てるのか、イリアは。うん、今日は抜け出してきたの。セラもリーゼリットもメイドのくせにうるさいんだもん。せっかく日本に来たんだから、その間ぐらいは外に出てもいいと思うの。欲しいものは何だって手に入ったけど、いつも部屋に閉じこもってたんだから、これくらいはご褒美なの。部屋に閉じこもってたって、イリアがか？うん、雪が降るとね、体に悪いから外に出してもらえなかったの。だから大抵は部屋の中で遊んでたんだ。でも大丈夫だよ、こっちはお城ほど寒くないから一人でも平気だもん。食べるか、安物だけど。え？何それ、食べ物？
そうだよ。甘いのは好きじゃないけど、これだけは別だ。うちは親子ともども、お茶受けはこいつなんだ。その、くれるの？やる。一人で食ってもうまくないから、二人で食おう。イリア、真面目な話なんだが。イリア、どうした？なんかあったのか？うん、もう帰らないと。バーサーカーが起きちゃった。夕食だけど。何よ、バカみたいに立ち尽くして。なんでもない、夕食だろ。ありがたくいただくよ。セイバーは？お母さんならシローの部屋に行ったみたいだけど、会わなかった？おかしいな、さっきまでここにいたけど。旅館みたいに入り組んだ家だからすれ違ったんじゃない？
いいわ、セイバーは私が呼んでくるから。エミヤ君はもう一度洗面所に行ってきなさい。髪よく乾いてないわよ。あ、本当だ、悪い。それじゃあセイバーは任せた。シロ、二度湯のようですが、今は私が使っています。できれば遠慮してもらえると助かるのですが。シロ、湯にのぼせたのですか？耳まで真っ赤ですが、体を冷やすのなら縁側に出るべきです。あ、いや、そうするけど、その前に謝らないと。まずい。これは事故なんだ。いやいや、こうして出くわしちまった時点で釈明の余地はないんで、セイバーは俺に怒っていい。シロ、顔を上げてください。なんでそのままなんだ。シローが謝るほどのことではありませんから。このような場面を見たところで気にする必要はないと言いたいのです。あ、はい。以前にも言ったでしょう、サーヴァントにとって性別などさまつなことだと。シロは私の体を見て慌てているようですが、私は女性である前にサーヴァントです。ですから、そのような気遣いは不要かと。聞くけど、着替え中を見られても恥ずかしくないって言うんじゃないだろうな、セイバー。なぜ恥じる必要があるのです。悪かった、とにかく謝る。次にこんなことがあったらセイバーの好きにしていい。
ロー、ここにいたのですか。セイバー、なんだよ、俺になんか言おうか。私ではなくシローにあるかと。いいのですか。夜はリンに魔術を教わるという約束だったはずですが。あ、すっかり忘れてた。サンキュー、今すぐ行ってくれ。シロ？いいわよ、ちょっと今手が離せないから勝手に入って。質問していいかな、遠坂。ちょっと待って、今日の夜はこれで終わりだから。これだけやってもまだ3割か。やっぱり手持ちの9つだけでやっていかなくちゃダメみたいね。遠坂、約束通り教えを乞いに来たんだけど。ええ、待ってたわ。昼間はセイバーと体の方を鍛えてたんでしょ。なら夜は中身を鍛えないとね。それじゃあ何から行こうか。確かシローは強化の魔術しか使えないって言ってたけど。いや、その前にちょっといいか。やっぱり気になる。遠坂さ、さっき何してたんだよ。注射器を自分に刺すなんて危ないだろ。あれ？あれは魔弾を作ってただけよ。うちの魔術は力の流動と転換だからね。こうやって余裕があるときは自分の魔力をよそに移しておくのよ。待ってくれ、その魔弾とか魔力を移しておくってなんだよ。魔弾は魔弾よ。魔力のこもった弾。宝石は人の念が宿りやすいって聞いたことない？実際宝石は魔力を貯めやすいものなんだけど、うちの家系はさらに相性がいいみたいなのよね。魔力を込めるっていうのは、例えば今日一日何もしなかったら体力は余ってるでしょ。その余った分の力を宝石に貯め込んでおくの。これを何日、何ヶ月、何年と続けて宝石自体を魔術にするのよ。もっとも宝石自体にだってキャパはあるし、自分から離れた魔力なんてものは操れない。宝石に込めた魔力っていうのは、あくまで大魔術を瞬間的に発動させるためだけのイグニッションに過ぎないけどね。要するに自分の魔力を宝石に込めてバックアップを取るってことか。
バックアップ、近いけど違うっていうか、使い捨てのリュックサックの中身を詰めてるだけよ。じゃあ一時的にハードディスクを増設してるってことか。すごいな。それなら魔術なんて使いたい放題じゃないか。ハードディスク？あんたの言ってることはよくわからないけど、そこまで便利なものじゃないわよ。魔力は宝石に込めた時点でその宝石の属性に染まるから、用途は限られてしまうわけだし。それにしても驚いたな。魔力っていうのはそういう風に貯めておくこともできるものなんだ。そんな便利なこと、なんで他の魔術師はしないんだろう。自分以外のものに魔力を貯めるっていうのは特殊なのよ。シロの強化だって物に魔力を込めているってことでしょ。通常ね、魔力の通ったものは何らかの変化をしてその魔力を使い切ってしまうものなの。魔術の効果は瞬間であって永続じゃないでしょ。で、うちの家系はそうならないようにうまく宝石に魔力を流動させて永続的なものにしているんだけど、他の魔術師だって自分の体になら同じようなことはできるわ。それが魔術刻印。あらゆる魔術師が持っている魔術のバックアップじゃない。魔術刻印。ああ、親が子供に譲るっていう秘伝の話だな。俺それはないからどうもピンとこないな。ちょっとあんた今なんて言ったの。え、いや、魔術刻印はないって言ったんだが、親父は持ってたみたいだけど譲られはしなかった。道理で素人同然のわけだ。じゃあ本当に一からやってるのね。ああ、なら確かにしょうがないか。遠坂、俺に魔術刻印がないってずいぶん前に気がついてたんじゃないのか。そんなわけないでしょ。知ってたら一人でなんか行動させなかったわよ。そりゃ半人前だなって思ってたけど、魔術刻印がないならそもそも魔術師じゃないじゃない。シロは まあいいわ。そういうことなら一から説明してあげる。魔術刻印が何なのかを知るってことは魔術師ってものを知るってことだから。はい、シロはそこに座って。大事な話だからちゃんと腰を落ち着かせて聞くこと。ここでいいのか。うん、よし、始めてくれ。じゃあ簡単な話から入るけど、魔術を使うのに必要なものが魔力だってことは知ってるわよね。魔術さえ発動させられるならそれらは全て魔力と言い換えても差し支えはないわ。魔力の種類は千差万別。自分だけの精神力を持って魔術を使用する者もいれば、自分以外の対価を持って魔術を使用する者もいる。ここまでは知ってるでしょ。ああ、マナとオドのことだろ。マナが自然、世界に満ちてる魔力。オドが個人が生成できる魔力だ。そうそう、
よくできました。じゃあそのマナを用いた魔術から順に説明しましょう。いい？シロー、積み重ねた歴史が浅い魔術師、要するにシローのことね、はすでに形あるものをもって魔力となすの。これは古くからシステムとして確立している儀式、供物を持って神秘と接触する方法よ。自身の力だけでは足りないから、代価を用意して取引するというフォーマルクラフト。これなら術者の魔力が希薄でも魔術は作用する。何しろ使用する魔力は自分からではなく、マナから借り受けるものだから、術者はただ儀式を行うだけでいい。けどまあこういうのは知識がないとできないからね。シロにはまだ無理だし、そもそもこういう血生臭いのは向いてないわ、あなたには。だな。俺も鳥の生贄とか魔法陣を敷いて一晩中祈るとか、そういうのはやりたくないでしょ。じゃあこれは置いといて、次はオド、つまり魔術師個人の力で行う魔術のこと。もう言うまでもないと思うけど、これが私やあなたの基本的な魔術講師よ。シローの強化は他者の力を借りないでする自身の魔術回路だけを頼りにした魔術でしょ。その自分だけの魔力を生成する機能、魔術回路っていうのは先祖代々受け継がれる遺伝体質なの。魔術回路は何代も重ねて鍛え上げられ、より強さを増して子孫に継承されるわ。魔術師の家系の子供はそれだけで魔術に適した人間ってわけ。フェアじゃないけど、私とシロンはスタート地点からして違うってことよ。それは知ってる。気にしてないから話を続けていいぞ、どうさか。別に気にしてなんかないけど。まあいいわ。それでね、そういった魔術回路とは別に、その家系が代々鍛え上げてきた秘伝の魔術っていうのがあるのよ。さっきの宝石と似てるかな。一つの魔術を極めるとね、魔術師にはその魔術が手に取れるようになるの。本来なら形のないただの公式に過ぎない魔術を手に取れる感覚ってわかる？わからないが、体の一部になったようなものなんだろうな。手に取れるっていうことは。ご名答。扱われる式という域を超えて、もはや自分自身となった魔術っていうのは形に残せるのよ。それは不安定な魔術を確立させる偉業であり、同時にその魔術師が生きた証でもある。で、魔術師は死ぬ間際に自分が成し得た偉業を刻印として後継者に譲るのよ。これをやるから自分が成し得なかった地点に到達しろ。もしかしたらわしが残した刻印が何かの役に立つかもしれんってね。まあ残した方も残された方もそんな刻印が何の役にも立たないって分かってるんだけどさ。なんだよ、それだけすごい刻印なのに何の役にも立たないのか。立つわよ。普通に魔術師やってれば刻印一つで左打ちはっていうぐらい役に立つわ。まあけどそれは自動車をもらったようなものなのよ。どんなに地上を早く走れても月にはたどり着けないんだから。
いいから話の続き。もう分かったと思うけど、その刻印っていうのが魔術刻印なの。その家柄の当主が一生をかけて完成させた魔術を刻印にして子孫に譲り、子孫はさらに次の魔術を完成させて刻印を増やし、また子孫に継承する。そうして複雑さを増し、深い歴史を刻んだものが魔術刻印。魔術師にとって逃れようのない縛りってこと。つまり魔術刻印にはその家系の全てが記録されているってことか。ああ、それは違う。家系の記録はちゃんと書物で残してるわよ。魔術刻印にあるのは単純に魔術だけなの。勝手に呪文詠唱をしてくれたり、自分が習得していない魔術も使えたりするだけ。わかりやすく言えば、自分の体に魔法陣を刻んでいるようなものかな。うん。それじゃあさ、別に刻印は誰に刻んでもいいってことにならないか。魔法陣なら形さえ知っていればいくつでも書けるじゃないか。それがそういうわけにもいかないのよ。魔術刻印っていうのはね、生き物みたいなものなの。臓器を移植することに近いわ。臓器は一つしかないものだから、何人かに分け与えるとか写本するとか、そういったことはできないの。心臓を二つに分けても意味ないでしょ。結局分けても機能しなくなるだけなんだから。そうか、確かに。それじゃあ遠坂にもその刻印は移植されてるのか。移植ってのは我ながら後ろ向きな例えだったわね。私の場合は左腕、肩から手までびっしりね。ただ魔術刻印は使わなければ浮かび上がらないから、霊樹と違って隠す必要はないわ。まあそんなわけだから、魔術師の家系っていうのは一子相伝だったりするの。その家に兄弟がいた場合、どちらかは魔術を教えられずに一般人として暮らすのが常なのよ。だって魔術刻印を渡せないんだから、魔術師として大成されてもあまり意味がないもの。まあそれはシンジも言ってた。そうか、そういう理由でさくらは教えられなかったんだ。ええ、けどマトウの家は何代か前から刻印の継承自体が止まってるわ。だからシンジに教えられたのは魔導の知識だけなんでしょう。ほんと、そういう手合いが一番厄介なのよね。魔術ってものを実感できないくせに魔術を使おうって言うんだから。さて、魔術を教えるってことだったけど、ちょっと予定が変わったわ。シローに魔術刻印がないんなら違った方針を立てないといけないし。うん、今夜はここでお開きにしましょう。明日までには色々と用意しておくから、それまで待ってちょうだい。遠坂がそう言うんならうなずくしかないんだが、なんだよその色々用意しておくって。だから色々よ。刻印がないってことはあなたスイッチできないんでしょ。体の中身をいじるんだから、お薬とか矯正器具とか必要じゃない。なに、嫌だって言うんならやめるけど、その場合私が教えてあげられることはなくなるわよ。
いやだけど頼む。遠坂の言い分は多分正しい。じゃあ明日はそれで決まりね。そうだ、あなた明日もセイバーと剣の鍛錬をするつもり？ああそうだけど、学校の結界も気がかりだけど、発動するまでまだ時間がある。それまで少しは戦えるようになっていたいんだ。そう、まあいいけど、その割にはセイバーとはうまくいってないようじゃない？それはその夕食前までは普通に話せてたのに、夕食から妙に黙り込んでたし、念のために聞くけど、あなたたちうまくいってるんでしょうね。いざ戦闘って時に仲違いされたら、私たちまで被害を受けるんだから。難しいな。そういう遠坂はどうなんだよ。セイバーのこと好きなのか？好きよ。だって嫌いになる要素がないじゃない。強いし礼儀正しいし綺麗だし、うちの皮肉屋とは大違いだわ。ふーん、そうか、遠坂はセイバーが好きなのか。何よ、素直に好きな部類だって言っただけでしょ。あなたね、そのストレートな物言いは直しなさい。いろいろ敵を作りやすいから。お断りだ。もともと口下手なんだよ俺は。そうでしょうよ、嫌味とか皮肉とか口にしなさそうだものね、シロは。ええ、どうせ私のことなんて口うるさい嫌めなやつだとか思ってるでしょ。ん？なんでさ。俺遠坂が言う分には好きだぞ。なんかさ、そうじゃないと遠坂じゃない気がするし。聞いてるんだ。お前、
遠坂のサーバント、アーチャーか。何の用だ。傷が治るまで見張りに徹するんじゃないのかよ。無論そのつもりだ。私の傷が治り次第このくだらん協定も終わらせる。故にお前と話すことなどないと今まで傍観していたのだがな。なんだ、遠慮しないで傍観してろ。俺もお前と話すことなんてない。そうしたいのは山々だが、見逃せないことがあってな。お前、サイバーには戦わせないらしいな。悪いかよ。やはりな、小僧の考えそうなことだ。他人の助けはいらない。できることは全て自分でやる。加えて犠牲者は一人も出したくないか。虫図が走るな、その思考。お前に言われる筋合いなんかないぞ。俺は俺が正しいと思うことをするだけだ。文句を言われる言われはない。筋合いはある。同じサーバントとしてセイバーの苦労は理解できるからな。お前のようなマスターではセイバーの負担も大きかろう。ふざけるな。俺はセイバーに負担なんてかけていない。あいつの代わりに俺が戦うんだから、それでいいじゃないか。ふん、戦わなければ傷つかないとでも。サーバントは戦うためだけの存在だ。それから戦いを奪うことこそ冒涜だが、まあお前に言っても始まるまい。それでどうなのだ、セイバーのマスターよ。どうって何が。お前は本気で戦わずにこの争いを終わらせるつもりか。誰とも争わず、誰も殺さず、
誰をも殺させないと。争わないとは言ってないだろう。戦うときは戦う。なるほど。それで戦っても誰も殺さないと。そうだよ。なんか文句あるか。お前の甘ったるい考えに邪魔などせんよ。そんな余裕はないし、そこまで水強ではない。だが間違えるな。お前が気取る正義の味方とはただの掃除屋だ。その方法で救える者は生き残った者だけと知れ。待てよ。正義の味方のどこが掃除屋だって言うんだ。お前も気がついているはずだがな。いいか、その方法では悲しい出来事、悲惨な死を元に戻すことはできない。もともとそれが限界なのだ。正義の味方なんてものは起きた出来事を効率よく片付けるだけの存在だ。お前はお前が救いたいと思うものこそ絶対に救えない。理想論はあくまで理想に過ぎない。お前が理想を抱き続ける限り現実との摩擦は増え続ける。お前が取ろうとしている道はそういうものだ。ならばいつか現実に直面し、その折り合いのツケを支払う時が来る。お前のその選択が多くの命を奪うこともあるだろうよ。覚悟ぐらいはしておけ。己の矮小さを実感したとき、まず何を正し、誰を罰するかと。それができぬようなら、その夢も、その魔術も、今すぐ捨てるのだな。いいか、誰が何をしようと救われぬ者というのは確固として存在する。お前の理想で救える者はお前の理想だけだ。人間にできることなどあまりにも少ない。それでも。おい待てよ。お前何を言いたいんだ。あいつ、言いたいだけ嫌味を言って消えやがって。覚悟はできてる。俺が間違っていた時はこの命を差し出すだけだ。とは肌が合わないな。
それでも一度も振り返らずその理想を追っていけるか。